こんにちは、城島明彦です。この前に続いて、なぜ水害に鴨の町名は触れなかったのかという点についてお話したいと思います。鴨の町名の出自を考えると分かってくるんじゃないかというのが私の見解です。鴨の町名は、神社、下鴨神社の家系に生まれた人だったんですけども、歌が上手で歌人だったし、あと琵琶が上手に弾けて、まあ、プロ裸足だった。そういうためにあんまりその神社関係のことに熱心じゃなかったということもあって、神社を離れたわけですけれども、そう、子供の頃から育ったその下鴨神社のあたりは、2つの川に囲まれた神聖域な、神域なんですね。だからそこに育ったということで、その境内にも、水、清らかな水の流れる小川みたいなのがあるんですね。だからそういうところを見て育ってるので、また我々もそうですけど、神社に行きますと、手水があって、まず手とかを清めますよね。まあ口を清める方もいますけど。だからそういう神聖なもの、水というのは神聖なものということなので、この方丈記という世界初の災害文学にあっても、その水害について詳しくは触れてないんですね。だからそれは彼が水ということを神聖だということで、触れなかったんではないかというのが私の見解ですね。それでこの彼の生き方で、私が感心するのは、彼は人と触れるのがあんまり得意じゃなかったっていうところがあって、付き合いがあんまり上手じゃなかったっていうことを考えると、現代でもそういう人いっぱいいるし、まあ私なんかもどっちかっていうと自分一人で作業してる方が好きなタイプなもんで、こういう商売になったんですけど、まあそういう点も考えると非常に鴨の町名の生き方は興味持って見れると思います。でまたこの生き方そのものがですね、自分の好きな道を生きたという点も、人と違う生き方をしたという点、これは実は私昔ソニーに勤めてたので、ソニーの創業者の伊深勝という人がですね、いつも言ってたのは、人と違うことをやれ、よそと違うことをやれということをやりましたと言ってました。そういうのをもういつの間にかもう体に染み込んで、ソニーを辞めた後、物書きになっても、こういう人と違う見方をしようということが非常に大事だと思うんですね。それでまあ今この時代を考えるときに、NHK の大河ドラマでもやってますように、そのこの時代の鎌倉時代の、とこの被ってくる今の北条記の時代なんですね。そういうことも考え合わせて、皆さんも北条記を読んでですね、独自の見方で、自分なりの見方をしていただくと面白いかなと思います。